皆さんこんにちは。 SC ギフパフォーマンスチームトリプル G のさやかです。なおです。ひなです。さて今日は私たちトリプル G が岐阜市の魅力を伝えるべくとあるところに3人で行って話を聞いたり体験させていただくことになっています。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。チームのトリプル G です。今日は和傘について学びたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。和傘母さんの川口と申します。今日はよろしくお願いします。はい、こちらのお店は長良川で仕事町や母さんという名前がついてるんですけども、岐阜 の手仕事を見て触れて体験して購入ができる場所を作ろうということで3年前にオープンした場所になっています。その中で岐阜和傘を紹介する岐阜和傘専門店として和傘母さんが入っています。で、岐阜和傘は日本の和傘の約7割今も作り続けられている、実は一大産地なんですけれども、なかなか地元の人でも知らないっていうことが多くて、岐阜が誇る伝統工芸品なので、それを広く知っていただこうということで岐阜和傘専門店をやって皆さんにお伝えしています。で、今日和傘せっかくなので手に取って見ていただきたいなと思います。和傘は触ったことありますか？ないです。ちょっと手袋をしていただいて、はい、ほとんどが一点ものの傘になってますので、手袋して見ていただいています。じゃあ今日は、とても華やかで人気のある傘をお見せしたいと思います。で、傘開き方にコツがありまして、このままの状態でこう竹や和紙を持ってグッとやってしまうと傷んでしまうので、和紙には触れないようにふわっとこう前に回して開いていただいてから手を入れて開けてみたら、こちらは三日月という名前がついた雨傘になります。なので雨の日に使っていただくことができる傘になっています。よかったら買ってみてください。あ、普段使ってる傘より重いですね。すべて竹と和紙と木、天然素材のみで作られている。光当たるとめっちゃ綺麗に見えます、色が。雨傘は和紙に油を引いてますので、透け感がすごく美しい、めちゃめちゃ綺麗、ね、使うの緊張するよね。はい、本当に雨の日に使っても大丈夫な、昔に洋傘がまだない時代みんなこういった和傘を使っていたので、なので雨の日に使っていただける傘になっています。で、こちらの傘を作られている職人さんに、今日は糸かがりというこの和傘を開いた時にこの小骨を補強するためにこういった糸かがりでこう補強してるんですが、装飾的な楽しみ方もできるので、そちらをこう体験していただこうと思っています。はい、で職人さんを紹介したいと思います。岐阜和傘の和傘職人の河合美希子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は皆さんに糸かがり体験をしてもらいます。で、今日は特別に FC ギフから和傘を用意しましたので、こちらにこの内側に糸かがりを施すのを、実際にやっていただきます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、針を持ったまま、はい、このこっち側の糸をこう3回ぐらい引っ張ってもらってもいいですか？もうちょっとグッと引っ張って、で手を離して、
1、2、3、4が入ってるんですけど、はい、まず最初の一番この下の部分から通していきます、はい、で、最初お手本を見せるんですけど、このままだと通らないので、ちょっと怖いんですけど、骨をグッと人差し指で上げて、でさらにこの隣の骨をちょっと手のこの別の指で押さえると、この1本だけこう浮いてるの分かりますか？はい、分かります。そこに通します。ちょっと押して、あ、そうです、そうです、そうです、で通します。あ、できました。取りましたか、うん、それをちょっと引っ張ってもらって、できた。あ、そうです。じゃあその糸を引っ張ってもらって、ならないように気をつけながら。大丈夫です。あ、大丈夫です、大丈夫です。でまた引っ張ります。みんな知ってる？何よ？この針は危ないけど先が丸いから、さやかちゃんでも安心して使う。確かに。そうなんだ。ね、じゃあもし刺さっても大丈夫ってことだよね。大丈夫。刺さっちゃうようにこうちょっと削ってあります。尖ってるところなので、指に当たってもプスってならないように加工してあります。先ほど皆さんが体験していただいた糸かがりをした和傘が出来上がりましたので、こちらは日傘になりますので、晴れた日にぜひ使ってください。すごい、すごい、え、綺麗、めっちゃ綺麗、すごい、はい、FC岐阜カラーに仕上がってますね。綺麗、はい、いいんですか？はい、大丈夫です。かわいい。川口さん、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。こちら の、 糸かがり体験は定期的にこちらで開催しておりますので、はい、またぜひご興味ありましたら体験していただければと思います。こんなに素敵な和傘が完成しました。ぜひ皆さんもお越しいただき、岐阜市特産である和傘の魅力を実際に体験してみてくださいね。そして今後も FC岐阜 TV ではトリプル G による企画動画も予定しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバーイ、バイバーイ。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。